それではただいまから野田内閣総理大臣の記者会見を行います。総理お願いいたします。本日朝、税制抜本改革法案を閣議決定をいたしまして、そして、国会に提出をさせていただきました。ここに至るまでにおいてではですね、特に党内におけるご議論、政調会長を中心にですね、連日深夜にわたるまで長時間にわたって大変それぞれの立場から熱心にご議論をいただきました。政調会長をはじめ党幹部の皆様、そして連日にわたってこの議論に参加をしていただいた民主党議員同士の皆様に心から感謝を申し上げたいというふうに思います。ここに至る過程でありますけれども、一昨年の末に社会保障と税の一体改革を検討する本部を立ち上げまして、約半年間にわたって議論をし、昨年の6月に成案を政府・与党として決定をいたしました。その成案を具体的に進めていくこと、それを踏まえた法案を提出をすることを、昨年8月末の民主党代表選挙において、私は力強く公約として掲げさせていただきました。それを踏まえて、年末年始にわたりまして、党内での活発な議論を経て、素案を作り、そして対抗として閣議決定をしてまいりました。この対抗に基づいての議論を今回をしていただいたわけでありますけれども、党内においては、具体的な条文に即してですね、一つ一つ逐条でご議論をいただきました。その上でいただいたさまざまなご意見については、取り入れられるものは最大限取り入れるという形で結論を導き出したということでございます。大変厳しいテーマでございますけれども、それぞれが真剣にご議論をいただいた結果、年度内に法案を提出をするという一応時期を決めておりましたので、その時期を踏まえて、まさに集大成の時期に結論を出していただいたこと、私は与党の同志の皆さんに誇りを感じている次第であります。こうした意見を取り入れながら、さまざまな消費税の引き上げに際して実施にあたっての課題であるとか、税制全般についての課題についても明記をしていただきました。こういうものをしっかりとクリアをしていきたいというふうに思っております。こういう形で、政府・与党としては、結論を出すときに結論を出したと私は思います。これからは、まさに与野党が議論をしていく、そういう段階に入ってまいります。国会審議を通じて、あるいは与野党協議を通じて、国家・国民のために避けて通れない、先送りのできないこの課題についてですね、大いに議論をし、そして最終的にはきちっと成案を得ていかなければいけないと考えております。で、私は野党の皆さんにおかれましても、多くの議員の皆さんは、社会保障を安定化させ、あるいは充実させ、そのための安定財源として消費税が必要であると思ってらっしゃる方は多いというふうに思っております。したがって、まさに政局ではなく、対局に立つならば、政策のスクラムを組むことは十分可能だというふうに考えております。このような呼びかけというものも、これからしっかり行っていきたいと思いますが、与野党で議論をしていく上で、その議論をより深めていくために欠かすことのできないのは、やっぱり何といっても国民の皆様のご理解だというふうに思います。そこで改めて、この社会保障と税の一体改革の意義について、若干お話をさせていただきたいと思いますが、私自身はいつも申し上げているんですけれども、今日より明日は良くなると思うことのできる、そういう社会を作りたいと思っています。確信の持てる社会、実感の持てる社会を作りたいというふうに思っています。その行き着く先が、国民の多くの皆さんが不安に思っている社会保障の持続可能性だと思います。若い人たちは学んだ後に仕事に就けるかどうか不安に思っている。
働いている女性たちは、子どもを産み、そして預けることができる、そういう社会なのか、子育てに不安を持ち、孤軍奮闘をしている。そして、誰もがいまだにまだ老後に対しての不安も持っている。そうした不安を取り除くことが、今日より明日が良くなるという行き着く先の一番の私は根幹であろうというふうに思います。特にこの改革を推し進める際に、一番大事な観点は、人口構成が大きく変わり、かつてはピラミッド型だったものが逆ピラミッド型へ急速な勢いで変わってきている状況に対応できるかどうかであります。その持続可能性の最大のやっぱりテーマというのは、給付においても、負担においても、より公平なものにしていくことだと思います。給付は高齢者中心、負担は現役世代中心という構造では、これは持続可能性を担保することはできません。給付の面においては、高齢者中心になったものから、人生前半の社会保障に光を当て、支える側においても、社会保障の恩恵を感じられるようにすることが一番大事です。その柱となるものが、子ども・子育て新システム。消費税を引き上げた暁には、すべてを社会保障に充てるということにしておりますけれども、その中でも社会保障の充実の部分の中で、この子ども・子育て新システムに7000億円充てていこうとしています。こうした改革を早くやっていかなければいけないと思っています。給付の面だけではなくて、負担の面における公平性ということも必要であります。これまでは現役世代中心の負担、その根幹は保険料であったり、所得税であったり、それでは足りなくて、将来の世代のポケットに手を突っ込んで、赤字国債発行しながら、今の社会保障を支えているという、そのいびつな構図が続いてまいりました。それを変えていくためには、何らかの基幹税を当てなければなりません。そのためには、一番公平な税金、安定財源は基幹税の中では、私は消費税だと思います。オールジャパンで助け合い、支え合っていく、その社会保障に充てる税金としては、消費税が一番ふさわしいし、法人税や所得税に比べると、景気動向に影響されない、あるいは人口構成にも影響されない、その意味からも、社会保障を充実をさせ、安定化させるための財源として、この消費税を充てていくことは不可欠だというふうに思っている次第でおります。もちろん、社会保障を充実させる、安定化させるということは、これ一つとっても再分配機能の強化でございますけれども、なお消費税については、低所得者に対する対策の必要性が、やはり多くの皆様が語られています。これに応えていかなければなりません。番号制度が導入をされ、定着をされた暁に、いわゆる給付付き税額控除制度を導入するという方針でございますが、その制度設計というものを進めていかなければなりません。その給付付き税額控除に至るまでの間においては、これは簡素な給付措置を取ることになっています。その制度設計もしっかりやっていかなければいけないと考えています。今日より明日が良くなると思っていただけるためには、今のこうした社会保障の改革も必要でありますけれども、何よりも経済の再生を果たし、パイを大きくするということが大事です。この一体改革と合わせて、包括的に進めていかなければならないのが、日本経済の再生であります。デフレからの脱却であります。そのために、今回、さまざまなご議論を経た中で、平成23年から32年、この10年間の間に、平均して名目で成長率を 3%、実質で 2% という目標を数値として掲げさせていただきました。これは前提条件ではありませんが、政府としての目標でございますので、この目標を早い段階で達成できるように全力を尽くしていかなければなりません。新成長戦略の加速、そして年王にまとめる日本再生戦略等々、さまざまな
政策を総動員をしながら、この目標達成に向けて全力を尽くしていきたいと思いますし、特に日銀とは緊密に連携を取り、そして問題意識を共有しながら、デフレ脱却、経済活性化に向けた取り組みを一緒に行っていきたいと考えています。今日より明日が良くなるというための条件、もう一つは、私は政治そのものの信頼性もあると思います。何か課題が起こったときに、先送りをしないで、きちっと自己決定のできる政治が、まさに日本に存在しているかどうかというところに、私は国民の信頼感の欠如があると思います。決断する政治、未来をおもんばかる政治の象徴的なテーマが、私は一体改革だと思います。なんとか年度内に法案を提出をするという初期の目的は達成できました。これは政府・与党としての決断です。これからはまさに国会として先送りをせずに、結論を先送りをせずに決断できるかどうかが問われると思います。野党のご意見の中で、取り入れられるものは取り入れて、真に国民のための社会保障と税の一体改革、成案を得るべく、全力を尽くしていきたいと思います。また、多くの同志の皆様から指摘をされたこと、これは国民の声を代弁していると思いますけれども、身を切る改革もしっかりやり抜くことでございます。行政の改革については、これまでも公務員の人件費、マイナス 7.8%、これは復興財源でございますが、国家公務員の給与の削減を決めさせていただきました。政権交代以降、人件費については約1割削減をしてきています。でも、これではまだ不十分だと思います。新規採用の手控えを含めて、定員の問題についても触れながら、これからも公務員制度改革を含めまして、そのまさに実績を上げていきたいと思いますし、加えて特別会計の改革、会計の数を17から11に減らすこと、勘定の数を約半減すること、そして独立行政法人の数を4割減らすこと等々ですね、さまざまな業界の取り組みをしっかりやり遂げていきたいと思いますし、今申し上げたメニュー以外にも、業界本部を作りました。この行革実行本部を中心にですね、これまでも歳出の削減については、一生懸命努力をしてきたつもりでございますが、これからも歯を食いしばって、さらなる行政改革、歳出削減を行い、2014年の4月に最初に 8% 消費税を引き上げる前までには、これらのメニューはしっかりやり遂げていくことが大事だと思います。また、まずは会より始めよう。政治の改革も、これもおろそかにしてはいけないと考えています。今、与野党の協議が進んでおりますけれども、特に議員定数の削減は、必ず実現をしていかなければいけないということの決意も併せて申し上げさせていただきたいというふうに思います。これから4月に入り、まさに与野党の議論が本格的にスタートするわけでございます。法案を政府として提出をしたということは、出したからいいということでは、これは許されません。提出をした以上は、全力で成立を期すというのが、私どもの基本的な心構えであります。決断の政治、ぶれない政治、微動だにしない政治、逃げない政治、先送りしない政治、そのスタートが切れるように、大変大きなテーマでございますが、この大きな課題をしっかり乗り越えて、国民の皆様の信頼を勝ち得、そして国民生活を守るために、社会保障の持続可能性を担保するために、この大きな改革についての結論を得るように、改めて全力を尽くすことをお誓いを申し上げまして、冒頭の私のご挨拶に変えたいと思います。